ナッパのサメの言うことにゃ、いかずおじさまと踊るのが、Oh baby、好き女の子の気持ちを分けてくれるの Oh baby Ooh baby Baby おじさま朝までよナッパのサリーの言うことにゃいかずおじさまと踊るのが Oh babyさんたちの世代には原宿ウエスタンカーニバルっていう、まあロカビリーのお祭りがあったんだけど、ウエスタンカーニバルね、ビト・イソーさんとか佐々木イサオさんとか、まあエルビスとか、さっきのリトル・リチャード、リトル・ノッポのサリーの言うことにゃ、イカスおじさまと踊るのは Oh baby Ooh baby Ooh baby イカしてるんだってっていう、まあリトルリチャードね、紫色のパープルのあのラメのあのスパンコール着てピアノで歌ってた。オリジナルはリトルリチャード、まあアメリカのあれだよね、ゲイの親分だよ。まあフレディ・マーキュリーよりももっと親分な、一番親分、黒人で LGBTQ の親分はリトル・リチャード。まあリトル・リチャードっていうロックンロールの LGBTQ の親玉がいたんだけど、かっこよかったなまあノッポのサリーか、まあサリーっていうな、サラっていうな。俺英国に行った時に、英国ってさ、日本食高いじゃん。外国行くとさ、カツ丼とか食おうと思ったら、40年前でも、1500円ぐらい、日本円にしてな、1500円出してカツ丼食うかって貧乏学生から、俺、たお忍びで行ってんだよ、英国にっていう。そんな金ねえよっていう感じやから、まあ基本的に中華街行くんだけど、まあ中国語で言うイギリス、英国っていうのは、まあインコーって言うんだよね。インコー。インコーって。アメリカンメイコーって。俺はインテリだからさ、メイコー義塾専門学校の出身で。まあメイコー、アメリカのことをメイコー。日本人は米国とか言うけど、まあ中華街ではアメリカのことをメイコーって言うんだよね。イギリスのことをインコーっていうな。まあお忍びで、インコグリートで英国に行ったことがあるんだけど、まあインコはしにね、インコは、まあ俺当時未成年だったから、まあ下宿の大家さんの娘でサラっていう、ね、結構当時13歳か14歳でお年頃で、結構グラマラスで、俺もういち頃にちょっとサラにやられちゃってんね。なんか聞くところによると、宗教関係の本に出てくる天使の名前がサラっていうらしいな。知らねえけどな。サラはな、結構グラマラス。サラね、もうサラと結構、よくあれで、日本のせんべいとかが家から差し入れで送ってくると、一緒にせんべいとか醤油せんべいとか食ったらね。せんべい、醤油せんべいとか食べてると顔が日本人になっちゃいそうとか言ってたけどな。